どうも、のび山本です。のびょんということで、4回目の入院夕方でございますね。この夕日に、照らされております。そんな今度で、ね、無事手術終わりました。わーちゃんちゃんちゃん寿司拍手ぐちゃぐちゃのびょんということで、ご陽気にギャグも飛び出しましたね。3日目なんですけども、昨日、手術終わりまして、ですね、ずっとこのベッドの上でのね、生活だったんですけども、今日の朝ごろにいろいろもろもろ管とか、この酸素とかね、が取れてこう身動き取れる感じになりました。いやね、この免疫型脂肪肉腫、悪性腫瘍が去年の9月に発見されまして、そしてですね、去年の9月から10、11、12、1、2、3、もう4月ですから、4でこの7ヶ月、この7ヶ月の間にこのシュッとね、この治療を進められて、そして摘出できたのもね、本当この病院のお医者さん、看護師さん、病院職員さん、そしてね、家族のおかげですよね。本当に、いや本当にありがたい、本当感謝しかないですよね。ね、本当に感謝感謝シャンデリア、キラ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 のびょんということで、はい、決まりましたね。そしてのび山本の発見というか、治療においてすごいと思ったこと。僕はあの全身麻酔で手術を受けたんですけども、全身麻酔を受けた、患者さんは手術の後、この病室のベッドに戻ってきたらですね、この両足のふくらはぎあたりにこれシュッっていうね、エアーでこうシュッっていう、こう揉んでくれる、こうエアーでこうシュッってマッサージしてくれる機械を足に取り付けるんですけども、それはなぜ取り付けるかと言いますとですね、体の中にこのただ寝てるだけだと、この血栓っていうものがね、血の塊ができるんで、それを防ぐためにこの両ふくらはぎあたりにこうシュッってエアーでね、シュッってこうマッサージしてくれる機械を取り付けるんですけども、それがすごい近未来感あって、すげえなーと思って、日本の医療すごーと思ったんですよね。このシューって両足交互でシューシューってマッサージしてくれて、で僕あの酸素もつけてたんですね、鼻に酸素つけてて、僕のこの枕元で酸素の機械がポコポコポコってなってるんですよ。で両足シューシュー、耳元でポコポコポコ、両足シューシュー、耳元でポコポコポコって言ってね、なんかすごいヒーロー戦隊に出てくる怪人が改造されているような、そんな気分になりました。なんて言っておりますけども、はい、こんな感じで免疫型脂肪肉腫、無事摘出できまして、この後はですね、こうちゃんと歩けるかどうかっていうね、あ、そういえばこの術後、1日目、術後2日目か術後2日目なんですけども、私自分でこう歩行することができまして、その僕の歩行を助けてくれるかっこいい相棒がこいつだ。はい、この黄色の差し色がかっこいい四輪の歩行機くんです。いやね、この子がいるおかげでだいぶ僕の歩行が楽ですね。はい、だいたいこういった感じの目線で乗ってます僕。はい、ね、もうローラー、下のローラーもスムーズでね、すごいフットワークが軽いです。こんな感じで僕のその悪性腫瘍、免疫型脂肪肉腫摘出しましたんで、あとはですね、僕の右膝裏、太ももら辺の傷口のこの塞がり具合とかのね、経過を見る、入院となっております。あとはですね、こう自分がこうちゃんと普通に歩けるようになるという歩行訓練も兼ねておりますので、はい、そういったことを、今後ちょっと動画で、報告していけたらななんて思っております。手術をしたこの右膝裏の患部の手術の術後の痛みはね、ほぼほぼ、まあまああるっちゃありますけど、痛いっていう、我慢できないぐらいの痛みはなくてですね、
で定期的にいただける、痛み止めを飲んで、でまあ痛いなぐらい、痛いな、我慢できる痛み、痛いなぐらいの痛みでやらさせてもらってます。いやもう本当に日本の医療すごいですよね。ちゃんと治して、ちゃんとね治療をしてパワーアップして退院したいと思います。右マッチョ、左マッチョ、真ん中マッチです。のびょん。You.